やる気、元気、玉木、霊感タロットの玉木のズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題は、じゃん。イエスかノーでご質問をもらうコーナーです。はい、基本的に1日2本動画アップしています。個人観点の申し込み方法は動画概要欄とツイッターに書いてあって、で、ツイッターのこのアカウントでこの日空いてる空いてないよってアナウンスしてます。で、お知らせ。4つあります。まず1つ、オンラインサロン、玉木の人生向上委員会。こちらでは週刊運勢とかサークル活動とかやってます。はい。で、2つ目、ズバッとタロット。オリジナルタロットカード。意味が書いてあってね、簡単にできます。Amazon とかで発売中です。で、3つ目、人生後半を学び合うオンラインサロンマチュール。こちらでは、人生後半誰とどう生きるみたいな、中高年の悩みをみんなで勉強し合おうみたいな感じで。ぜひ、こちらはとても充実していると思います。はい。で、4つ目、世界一簡単に楽しくカバラ数秘術がこう習得できる講座、回転寿司占い講座ですね。12月23日まで募集しています。はい。では、説明いきましょう。まず、ご質問は時系列で読んでます。質問の早い順に読んでます。今、10月下旬の質問を読んでるらしいです。はい。で、リクエストはリクエスト大募集っていう動画のコメント欄に書いてください。この動画のコメント欄には書かないでね。固定コメント、この動画の固定コメントにここに書いてねっていうのを貼っておくので、そこから飛んでください。で、1人2問まで。で、1回質問したら5日間は空けてくださいませ。連投は避けてください。はい。では、いきます。アミ小さな宇宙人は実話ですか？これね、質問が何個かあったんだけど、私読んだことないんだ。アミ小さな宇宙人は本当、実話か、絵本ってこと？皇帝、ズバッと出ました。待って、皇帝自体はさ、そうだねって、イエスかなって、ちょっと思うんだけど、星とか逆向いてんだなぁ。どうかな？実話か。三角かな？完全な 100% の実話って感じはしないわ。なんか、人が作った感じが結構するから、例えば、なんか、どういう話かちょっとわかんないんだけど、わかんないまま言うけど、人づてに本当にそういう体験をした人から聞いた人が、自分の意思、人間、そうだね。人間としてのこのさ、表現したいことをこう、混ぜて表現した。だから、実話の要素も含まれていそうだけど、なんか人間、人としての人間、宇宙人じゃなくて地球人としてのなんか、こう表現したかったみたいなのが、なんか強く出ている気がするので、三角みたいな感じかな。でもこの工程をどう読むかだよね。でもこのやっぱこの辺が気になるんだよ。この星と運命の逆が。だからやっぱ三角かな。100% ではない感じがする。はい。続いて、橋本京明さんって読むのかしら。本物の霊能者ですか？このなんかこの人本物ですか的なやつ。この人信じていいですかみたいなスピ系の人を裁くのは好きじゃないの。だって、私ごときがそんなさ、いや、この人、ちょっと、偽物っぽいなっていうのさ、失礼じゃん。ね、失礼すぎるじゃん。だから、ちょっとこれ、カードを見て、ちょっと微妙なカードが出たら、もにょもにょってするかもしれないけど、タワーが出ました。忍者の逆も出ました。ズバッと出ました。答えは書きません。察してください、このカードから。はい。でも別にタワーが悪いわけでもないよ、すべてが。そうね。続いて、少年忍者は21人でデビューできますか？すごい人数だな。21人でデビューできるか。21人多くない？デビューした暁にはちょうど21人はね、さすがに全員占えないわ。21人全員の運勢占いますって言って、アイドルグループ全員占ったりしてるけど、21人もいるんか。フール。ズバッと出ました。脳かな？再編すると思う。21人ではないと思う。なんか一回、そうだ、再編っていう言葉が壊してからもう一回なんか作り直すみたいな感じがする。デビューはしそうな感じがするけど。デビューなのか、違うグループ、そうね、人数なのか、グループ名なのか、何かしらこう、変わると思う。なので、ノーの気がする。はい。続いて、プーチンがロシアの権力者の地位に就いたのが1999年8月。ひょっとして彼は例の大予言の恐怖の大王なんですか？あと2030年に本当にヨーロッパは電気自動車に移行するのか。電気自動車は過去に何回もだなった気がするけど、もしかして、ノストラダムスの大予言の恐怖の大王が降りてくるだけなんだっけ。あれは、もしかして、プーチンのことなんですか？恐ろしいカードが出たらそうかな。正義の逆。死神の逆、悪魔の逆。つば取れました。ノーです。プーチンではない。うん。恐怖の大王ではない。うん。で、2030年にヨーロッパは本当に電気自動車に移行するのか。つば取れました。三角かな？完全ではないですよ。半分とか。半分じゃ少ない。でも、うん、ちょっと、うん、難しいかな。そうだね。100% とか、90% とか、100% とか、そんな高い割合ではない気がする。うん、もうちょっと低い気がする。はい。今私三角って言ったっけ？三角かな。ね。続いて次の質問が、ちょっとね、意図が難しい。ズバリ、政界再編はできるのか否か、お願いします。これ、どういう意味で言ってるんだろうと思って、政界再編って調べたんだよ。政界再編、こう、党がこうね、一回こう、バラバラバラってして、もう一回、なんだかんだこう、いろんな党、新しい党で、こう、ね、2013年だっけ？なんかいろんな新しい党がバラバラバラってこう、できた時のような状態。で、この方の聞き方が、政界再編するのか、じゃなくて、できるのか否かって聞いてるのはどういう意味だろうなと思って、さっきから考えてんの。できるのか。できるのかって聞くときは、人がそうしたいって思ってるときか、もしくは、できますって言ってんのが本当に疑わしくて、本当にできんのって疑ってるのか、どっちかだと思うのね。どういう立場で、この、できるのかって聞いてるのがわかんないから、なんだろうと思って、政界再編してほしいのかな？いや、してほしいとかじゃなくて、誰かがするよって言ってるので、もう聞いて、本当にそんなのできるの？っていう疑いなのか、なんだろうと思って。でね、なんか、ぐだぐだ考えちゃって。うん、いや、どういうカードかなと思って出るとしたら。政界再編できるか？いや、するかじゃないんだよね、と思って。運命の輪。ズバッと出ました。今絶好のチャンスのような気がしますね。できるか。やろうと思えばできる。やる気があるなら、これは、なんて言ったらいいの？イエス。うん、やる気さえあれば、今、すごいチャンスですよ、みたいな。壊れるカードがいっぱい出てるから、壊して、タイミングもいいから、うん。やる気があるなら、できる時です。イエスで。はい。やる気があるかどうかは知らない。それは横に置いとく。はい。続いて、お笑い芸人のオズワルド伊藤さんと、カエルテでいいの？岩倉さんは結婚しますか？オズワルド伊藤さんはわかるよ。妹がのあれで。うん。もう片方がわからない。わからないけど占う。結婚するか。なんでタワーと世界が同時に出んの？ズバッと出ました。可能性としてはある。イエスに近い。イエスって書いといて。イエス。でもタワーも出てる。どっちだろうな。うん。まあでも真ん中に審判と世界があるから。そうね。でも、すぐって感じはしない。するとしたらちょっと時間はかかる。もうちょっと時間はかかるし、そうだな。なんか、別れの可能性も2、3割はありそうだなと思うけど、イエスかノーかというとイエスに近いような気がします。はい。続いて、胡錦涛が粛清されて公の場に出なくなってしまうかどうか。これこの前占った気がするけど、なんか占わなかった。まあいいや。もう一回。公の場に出るなら明るいカード、出ないなら暗いカードで、胡錦涛がもう公の場に出るのか出ないのか。悪魔の逆。ズバッと出ました。ああ、そうだね。粛清はされそうだけど、公の場には出る気がする。これなんて言ったらいいの？三角。粛清はされると思う。でも、公の場には出ないわけで出ると思います。はい。続いて、ヤフコメは金銭で情報操作をしているか占ってください。ああ、なるほど。例えば、ある会社が、ある企業が、1000万とかわかんないよ、金額は。例えばね、何千万かこう、ヤフーにあげるから、自分のところに有利になるようなコメントを上に、上位に持ってくるようにやってね、みたいな。コメントをこう、売買する的なね。コメント売買っていうか、コメントをこう、がこうさ。確かにね、あれ極端なんだよ、ヤフコメってね。なんか同じニュースでもさ、なんか A っていう意見の人がわーって上位にいる。やつと B っていう意見の人がわーって上位にいる記事と分かれたりもしてて、よくわかんないよね、ヤフコメ。ヤフコメは金銭で情報操作されているのか。悪いカードが出たらそうかな。悪そうなカードが。クリーンな感じだったら、ね、されてないと思う。明るいカードだったら。正義。ああ、されてん、ああ、悪魔。怖っ。ズバッと出ました。ああ、なんだろう、これ。三角。基本的には正しそうなんだけど、タワーと悪魔がちょろって出てん、ちょろっていうかドーンって出てるので、多分すべてじゃないけど、時々、なんかそういうのも可能な気がする。不可能ではなさそうだね。例えばさ、どっかの、ね、外食チェーン店の悪いニュースが出て、わーって悪いニュース、ね、悪いコメントばっかりでなっちゃいそうみたいな時に、その企業がこう、擁護してくれるコメントを上位に上げてください。いくらでやってくれますかみたいな。できそうな気がするね。なんかね。できちゃいそうな気がする。可能な気がする。三角。だから全部が全部ではないよ。可能な気がする。はい。続いて、長いから質問のとこだけ読むよ。723ジゴロさんの質問。量子水素エネルギーは商業的に成功するでしょうか？高出力化に成功し、火力、水力、原子力と並ぶ主力電源になるでしょうか？潜水艦の動力として使用できるまでに潜水艦の、動力源として使えるところまで行くでしょうか？3つ。ちょっと、何問占うかはわかんないけど、1問目。量子水素エネルギーは商業的に成功するでしょうか？悪魔。ズバッと出ました。商業的に成功するか。ちょっとまだ厳しいかな。可能性はすごい秘めてるんだけど。の、まだ厳しそう。ちょっと時間かかるんじゃない？ただそう、対策注意点に星が出てるから、絶望する必要はないし、確かに可能性は持ってそうだから、そのまま開発っていうか研究とかなんか進めてほしいんだけど、これはなんだろうね。その研究自体が、こう、ドツボにはまるのか、それとも外部からの、なんか、変な圧力なのか、他のエネルギーからの、そんなもん作るんじゃないと。わかんないけど。なんかこう、邪魔が入りそうで、難しそうだな。の、三角とかのみたいな、三角に近いのみたいな感じ。高出力化に成功し、火力、水力、原子力と並ぶ主力電源になるか、高出力化に成功するかは、太陽が出た。ズバッと出ます。は、イエスで。じゃあ、原子力じゃない。潜水艦の動力源。潜水艦に詰めるか。潜水艦って狭いからさ、兵士は恐怖症の人無理だよね。あと宇宙船も。ね、狭いとこ怖い人。あと狭いとこって言うと、そう。この前、MRI 受けてきたけど。あれ、狭いとこ怖い人無理だよね。ちょっとね、MRI ね。ダダ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 ダってやつ。そう。全然潜水艦と関係ないけど、いや、狭いってだけで思い出したんだけど、そう、MRI 受けてきてさ、子宮筋腫のやつ。うるさいよね。ズバッと出ました。あ、いけるかもしれないよ。イエスで。潜水艦もいけるかもしれない。全体的にこう、希望に満ち溢れてたけど、悪魔がよく出る感じでしたね。はい。ということで以上になります。今回は。はい。じゃんけんいきます。たまーきじゃんけん。じゃんけんぽい。チョキなのでグーの人の勝ちだよ。じゃあね。バイバイ。ありがとうございます。